アンソニー・ジョセフ・ミューサーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市、バンナイズ出身の元プロ野球選手、監督。1967年に、ボストン・レッドソックスと契約。1969年9月14日に、メジャーデビューを果たす。以後、シカゴ・ホワイトソックス、ボルチモア・オリオールズ、ミルウォーキー・ブルワーズと渡り歩く。1979年に、 西武ライオンズに入団し、来日。しかし、打撃不振により前期シーズン終了後に解雇され、帰国した。1997年シーズン途中から、カンザスシティロイヤルズの監督に就任したが、在任5年半、球団史上2位の748試合で再敗を、振るいながら、球団史上最多の431敗を起死した。勝率5割を一度も達成できず、 4割5分を超えたシーズンすら1回しかないというありさまで、性をもじって、ルーザーと揶揄された挙句2002年シーズン途中で解任された。2003年から2006年までサンディエゴパドレスのベンチコーチを務め、その後同球団参加のルーキーリーグの監督や巡回コーチを務めた。ありがとうございます。